そうではなくて三振練習しようと。俺に本書けるのかなって。全員書けます。書く方法を教えます。こうすれば名講師になれる、人気講師になれるというですね、法則を5つ考えました。稼ぎ方、講師として皆さんのこのコンテンツをいかに金に変えるかということですよ。いろいろ学びました。何を学んだかというと、交渉は与えることであると。この確率、 IBM でやったという実績がものを言ったんです。この実績というのはすごく大事なんです。実績のない先生は誰も使ってくれないんです。私も散々こうどんどん出ましたけど、実績ないと話聞いてもらえないんです、ね、で私はどうすれば実績できるかということを真剣になる、非常にですね、教え方、話し方、稼ぎ方、クリアにかつシンプルに、教えていただいて非常にためになりました。楽しくって、こうアロマセラピーのインストラクターをこれからやろうと思ってるんですけど、はい、そんなことに役に立てたいと思います。はい、本当に楽しくてですね、分かりやすくて、有意義なセミナーでした。先生もおっしゃってたんですけれども、やはりそのこう誰でもこう人前で話さなければならないと言ったところ、お仕事でもこう様々あると思うんですけれども、誰でもいやこれは役立つと思っております。楽しみにしてください。